もしあなたが毎日努力して頑張って結果も出して周りから認められているのになんかつまらないな心が満たされていないなと感じているならそれはあることをやっていないからですはいおはようございますライフスキルティーチャーのミスターおかちです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはい 突然でですすけどああななたに質問ここのようなことはありませんか毎日頑張って努力して周りからも認められているのに何か心がワクワクしない友達と呼べる人はたくさんいるんだけど心から安らげる心から親友と呼べるような人は少ない。 結果も出して一番になって表彰もされているのになんか幸せやなと思えないもし一つでも当てはまればそれはあることをやっていないからですこのまま あるることとをやらずにに努力ししててて頑張っっいいそのうち心が空っぽになりままますす燃え尽きてしまいます自分がやりたいことがわからなくなる自分の気持ちがわからなくなる何が好きなのか何が嫌いなのかわからなくなってなんとなく過ごす毎日の積み重ねそんな人生になってしまうかもしれません、えー、今日のテーマは「結果を出しても満たされない人は をやっていないいいななそんなテーマでお送りしたいと思いますこの動画を最後まで見ていただけたら、えー、っと自分が心からやりたいことが分かりその一点に向けて全集中できそして夢中になって自分らしく生きられるようになると思いますので最後までご覧くださいはい。 ということで、えー、今回じゃなくて、えー、とこのチャンネルでは、えー、今回のようにあなたがあなたらしく生きるため自分の本音を選択して自分らしく生きるための行動習慣考え方そしてライフスキルを紹介しています、えー、興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいですあとね SNS インスタとか Twitter とかラジオでも毎日配信してますのでよければ、えー、概要欄から つながってください、えー、こんな感じでいきましょうちょっとね早口で話したんで飲みましょうはい早速いきましょう、まあ、結論からなんですけど、えー、本気でやっていてもなんか心が満たされないなって思うのはそれはなぜかあることをやっていないからですそのあることとはこれですね本音とつながっていないこれです はいめちゃくちゃ頑張ってるのに心が満たされないっていうのはまさにこの状態ですこの状態自分のエネルギーとか意識っていうのが360度いろんな方向に向いてしまっているこれをやらないと上司から認められないこれをやらないと嫌われてしまう僕がいない間に悪口を言われていないかな、えー、100点取らないといけない完璧にやらないといけないというように自分ではない何か 人であったり、環境であったり、タスクであったり、仕事の方にエネルギーや意識を向いが向けられてしまって、自分の心には全然向いてないんですね。だから自分がやりたいかどうか分かんないし、なんやろ、その頑張った先に何があるのかも分からなくなる。で、自分のエネルギー、自分のね、本音とつながっていないから、そのエネルギーはやっぱ枯渇しちゃうんですね。燃え尽きてしまうんですよ。燃え尽きてしまうから、また認められないといけないっていうふうに、相手の方により意識が集中してしまって、相手も疲れて しまうんですね、はいはい、まさにこういう状態ですこういう状態でやってると本当にエネルギーも空っぽになるし自分の気持ち自分が何が好きか何が嫌いなのかどういう風に生きていきたいのかっていうのが分からなくなってしまうだからなんだろうなこのやった先何があるんだろうって分からなくなるから空っぽになってしまってうーんこれこのさなんか心が満たされないんですね、はい、だからどうしたらいいのかそれは1番本音とつながるということですやることは2つ はい、外側に向けてる矢印を自分に向けるってことなんですけどまず1つ目はリラックスする。 はいえー、この状態、この状態ってリラックスできてないじゃないですかいろんなところに意識向けてやらないとこれやらない嫌われるって不安であったり心配であったり恐れであったり自分の価値がないからその価値を埋めるために頑張らないといけないその状態って、ね、リラックスできてないんですよ交感神経が優位になって副交感神経が下がってるんですねだからリラックスすることこれが大事ですまずはこれですリラックスするそのためには休むんですよね自自分分が心から,安らげる場所に行く、えーと自分の 全てを受け止める人ととと出会うとかね、えー、なんやろうどんなこででもいいです自分が安らげる場所であったり人と会うそういう時間を過ごす自分の時間を過ごす他人の時間ではなくて自分の時間を過ごすそうすればね少しずつエネルギーが回復していくと思いますここのエネルギータンクにもちょっとずつこうやってね溜まってくると思うんですでそういうふうにね溜まっていくとえー その2つ目、どうしたらいいのかっていうのは、自分の気分を満たしていくということですねあの。休むということ、リラックスするということと、自分の気分を満たすということ、これが2つ目ですね。自分がその瞬間やりたいことを一つ一つ叶えていく。未来どんなことをやりたいかなって、見えないものを見ようとする。そうじゃない。今のこの瞬間です。もうすぐにできることをどんどん叶えていくということです。この瞬間できる望みを最大限叶えていくということ。ね、いつも言ってるように、まあ、お気に入りのチョコレートを食べるとかね、ちょっとライブ配信やってみるとか。 ちょっとコンビニで立ち読みしようかとかねカフェ行ってみるとかどんなことでもいいんですどんな些細なことでもええから自分の気分をどんどん上げていくそうするとねご機嫌な状態になるご機嫌な状態になるとなんかね世の中の自分が楽しいこととか好きなことっていうのが見つかりやすくなるんですよ不機嫌な状態やったらいわゆるサングラスをかけてる状態真、ま、っ赤状態 黒の状態なんですよどんなものでも真っ黒に見える。自分が好きなこととかやりたいことが見えない状態になるんです。だからそのグラスをパッて変えてしまってご機嫌な状態になれば、ピッてね、そのままのな明るい色で見えるようなサングラスになるので、楽しいことであったり、好きなことであったり、やりたいことが見つかりやすくなるんですね。だからまずは本音とつながる、リラックスするっていうことであったり、そしてご機嫌になる、その時,その,時の気分をどんどん満たしていくということ、これがすごい大事です。そうすると次は 二つ目でですす自分のやりたいこことと好きななが見えてくるるよようにん今やりたいことっていうのを叶えていくとじゃあ半年後こんなことやりたいなとか1年後こういうふうにやりたいなとかね、えー、じゃあ5年後10年後こんな働き方こんな生き方をしていきたいなこんな人になりたいなっていうのが少しずつ見えてくるんですよね。はい、でそういうの見えてきたらそのなりたい自分であったりとかやりたい世界に向かって現在地と線を引くんですよ。えー、り未来と 現在地に線を引く、それ一直線を引く、これが二つ目ですよね。では、三つ目、じゃあ、三つ目は、ここで本気でやるってことなんですよ。一、はい、番と二番をやる。本音でやって、本音とつながって、未来と線を引いて、そのプロセスの後に本気でやる。これです。この順番なんですよ、この順番。はい、で未来、こんな風にやりたいなっていう。線が見えたら、その、ね、ロードマップを作って。 線をあの点をつけていくんですね。その線に点をつけていって、いつまでにこうする、いつまでにこうするっていう風に、えー、点をつけていく、点をつけていく。まあ、期日をつけるってことなんですよね。その期日をつける、もうちっちゃいことでいいんですよ。もう1ヶ月後にはこれをする、半年後にはこれをする、1年後にはこれをするとかね。小刻みにすごい点をつくっていく。で、目の前の、じゃあ今日やることはこれっていうちっちゃなことでいいんです。自分のお口に入るぐらいちっちっゃな ものででいいですこれが大きすぎるともう食べようともしなくなるんで一歩も進めなくなるんでい一口目はめっちゃちっちゃなサイズで OK ですはいめっちゃちっちゃなサイズでいいから小さな約束をするでこの時にポ,ポイントなのは期日を決めるってことなんですけども その期日っていうのはいつまでにやるのかと同時にいつから何をやるのかこれも決めることが大事ですいつまでにやるのか期日が決まってもじゃあね具体的に何をいつからやるのかがわからんかったらスタートできないんですよねもう具体的に朝ごはんを食べた後にこの本を読む 具体的に何をやるのかいつから始めるのかこれをちゃんと決めるこれが大事ですねそしてそれを一つ一つやっていけば未来に向かって進んでいくそしてその未来は自分が思い描いていたワクワクする未来だからそっちに向かって近づいていくとやっぱり、ね、心は動きますよね嬉しいですよね近づいてる近づいてるってなると、ね、嬉しいし幸せになるしそして喜びが味わえるんですよ今 そう今これやっているこの瞬間も楽しいし進んでいくことも楽しいそういう状態になるそういう風になっていくと夢中になれるんですよね自分が大好きなことをやって大好きなことに向かって進んでいると夢中になれる夢中になるそうするとあっという間に時間が過ぎたってどれだけやっても疲れないんですよね全集中やるべきことにすべての神経すべてのエネルギーがそこに注ぎ込まれている状態ですまさに虫眼鏡を当てている状態ですね太陽光に虫眼鏡を当てると燃えるじゃないですか虫眼鏡を当てなかったら 太陽という素晴らしいすごいエネルギーでも神はね燃えないんですよ燃えないんですよそこに虫眼鏡を当てて一点ウォーカスするから燃えるんですよすべての力が発揮できるんですよ自己発揮できる で夢中になれると自分の最高のパフォーマンスを発揮できるからいろんなことを学ぶことができる能力を身につけスキルを習得できるそしていろんな問題も突破解決するそして突破できることで前にも進める前にもどんどん進んでいくんですね進んでいって周りの人からも感謝されるようになるありがとうってでそれも嬉しいだからもっと頑張ろうっていう好循環ね負の、えー、性のスパイダル ですね、ぐんぐん回っていってそれが大きくなっていくんですよ。はい、これがとてても大事ななのかなと思ってます、はいということで今日のテーマは結果を出しても満たされない人は○○をやっていない。 ということでございました。そのまるっていうのは、ここの位置に書いている、本音とつながるということです。これができていない。自分の本音とつながらずに、いろんなところに意識が向いている。この状態やったら、どれだけ頑張っても満たされない。で、自分の内側からエネルギーが湧いてこないから、エネルギーが枯渇しちゃうんですね。毎日毎日スイッチを入れて、頑張らないとって奮い立たさないとできない状態。そういう状態やったら、空っぽになります。燃え尽きてしまいます。やりたいことがわからなくなり、この頑張った先に何があるかわからない。 うん、そうなると頑張る気力さえなくなってくるんです。だからやることそれは 本音とつながる外側に向けている矢印を自分に向けるんです。そして自分の気分を叶えていく。リラックスして休んでご機嫌な状態を作っていく。そうすると自分のやりたいことが見えてくるから2番目は、自分のやりたいことと現在地に線を引くということです。そしてその線を引いて3番。それを本気でやるということです。小さな約束を毎日作って毎日作ってそれを一つ一つ約束を守っていく。約束を守れたらあ自分はこれもできた。あれもできた。 あの時も頑張れたこの時も頑張れたという自信がねどんどん上がってきますどんどん上がってきてセルフイメージもね自分はこれもできるだろうあれもできるだろうというセルフイメージもどんどん上がっていくので難しいことでもチャレンジそしてトライできるようになるんですはいということで大事なことはこういうことですよねはい、本音で生きる本気で生きる夢中で生きる本音で生きたらやりたいことが分かりそのやりたいことに向かって本気で生きる そしてその本気でやっていたら夢中になれるようになります、えー、ミスターオカチ僕は夢中になって生きる人を一人でも多く増やしていきたいありのままの自分を肯定し最高の自分を表現して心から生まれてきてよかったな,幸せ,になれ幸せやなって感じれるそのような人を一人でも多く増やしていきたいそのために動画を撮っていますこの動画ではあなたがあなたらしく生きるため最高の自分を表現するための考え方 そっと行動習慣をもう出し惜しし惜みなく全力で紹介してます、えー、興味がある方はそしておかっちの仲間になっていただける方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいですそして今日の動画少しでも良かったな勉強になったなおかっち頑張れそして マックス君今日もいいねって思われた方は高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです。えー、まあ高評価ボタンじゃなくても低評価ボタンでもどちらでもいいので評価を押してもらえたら嬉しいです。はいということで今日はこれでおしまい The End。それではワンダフルな一日をお過ごしください。今日も聴いてくれてありがとうございます。バイバーイ